今回は商品紹介となります。これシャオミのミーバンド4っていうものですね。2年ほど前にもスマートバンドを購入して使ってたんですが、まあ、ちょっと使わなくなってしまったですけど、すごくいいものが発売されたっていうことを聞いて再び興味が湧いてきましたので購入しました。まあ、早速開けてみますね。これAmazonでなんと4000円以下で購入できました。超格安のスマートバンドっていうことで、ちょっと安すぎな感じがして不安でもあったんですけど、まあちょっとかなりいいっていう話もあるんで、まあ使っていきたいなと思ってるんですね。箱はシンプルなんですがちょっとかっこいいですよね。開けてみましょう。梱包も結構しっかりしてますよね。しっかりと梱包されてるのはちょっと安心感の一つかなと。この中開けてみると、まあ、中こんな感じになってますね。まあこれだけ簡単ですよね。本当。これ本体ですね。ベルトとこれもすでに一体になってますね。はい、ベルトにこれがもうすでに本体がついている状態、そういう感じですね。こんな感じです。結構シンプルでさっぱりした感じ。他にはこれが充電器ですかね。充電器とここには説明書、説明書、小さい説明書。もう字が細かいんですよね、これきっとね。ああ、細かいですね。しかも、いろんな言葉でね。はい。これだけしか入ってないです。これだけです。まあ、充電は USB からこれ取る感じ、形になってますね。時計というよりも、まあ、バンド、ベルトになってますね。こうパチッと差し込んで調整するんですけども、まあ、ベルトはちょっとマット調になってて、腕にね、ピタッとこう密着していい感じですよね。ちょっとこう、まあ、つけてみましょうかね。こんな感じですね。スマートで結構スタイリッシュな感じですよね。いい感じです。装着感もすごくいいですね。これ充電なんですが、充電するときはこのベルトの部分から本体をパカッと外します。で、本体を、本体外して、で、この本体を先ほどの充電器にパチッとはめるんですね。合わせといて、もう簡単にパチッと。で、これをですね、USB に挿せば充電できると。あまり動きが少ない時にですね、ちょっとこう、パソコンから充電しておく、そんな形の使い方でいいんじゃないかなっていうふうに思います。事前にスマホに MiFit という専用アプリを入れておいてですね、そのアプリから設定などが行うことができます。
設定は意外と簡単です。アプリとスマートバンドは簡単にペアリングすることができます。バンドを選択してリンクすると、これ簡単につながるんですね。はい、ペアリング本当にこう簡単で早いですね。はい、これでペアリングが終了します。まあこんな感じですね。つながりました。接続された後に、まあ、あのスマートフォンのアプリとウォッチの設定、細かい設定ですね、そういったものが自動的に行われて、これで設定が完全に完了っていう形になります。すでにこう時間も設定されていて、すぐに利用することができます。これ驚くのがですね、ディスプレイの見やすさ、これはいいですね。私は腕時計をつけるのが、まあ、あまり好きじゃないんですね。まあ、外での仕事がメインなことっていうのもありますし、事務仕事でパソコンやってたりするとやっぱり邪魔だったりするんですよね。でもあのゴルフの時や仕事現場ですね、仕事現場仕事の時が活動量っていうの、運動量っていうのはね、知りたいと思ってるんです。スマホを持ってればできるとは思うんですけども、ゴルフの時も仕事の時もスマホを持ちっぱなしだと何かと不便があって難しいと。加えて時間を知りたい時にスマホをいちいち出して確認するっていうのは結構面倒なんですね。結局かさばりますし、邪魔になっちゃうんですね。そもそもあの手首に何かついてるのが好きじゃないんで、まあそういうことで時計もほぼしませんので、普段も手首に何もつけてないです。でもこれはあの邪魔になって外すことないし、気にやらない。もうちなみに重さは 21g ぐらいです。まあ、つけているのをすっかり忘れてしまうというね。まあ、ぴったりとしていい感じなんですよね。まあ、そしてあの防水がいいですよね。ベルトも本体も濡れても気にならないので、生活に溶け込みやすい。個人的にはお風呂に入るときは外してしまうんですが、まあ、それ以外は気にならずにつけっぱなしにできます。腕時計が嫌いな私がつけっぱなしにできるというのが分かりやすい結果なんではないかなっていうふうに思います。最大のポイントが充電です。メーカー公表ではフル充電で最大20日持つっていうことなんですけども、これはかなり嬉しいポイントとなります。毎日充電とかになるとちょっと億劫ですからね。2年ほど前に購入してたバンドは、充電をまあ2日に1回ぐらいしなきゃいけなくなって、すぐに使わなくなってしまったんですね。それに比べてこれは週末とかに1時間ほど充電すれば十分問題ないんですね。今回まあ、使い始めて4日が計画したんですけども、まあ、15% ほどしか消費してないので、単純計算しても本当20日は持つっていうふうに余裕でこう計算が立ちますよね。そしてこれ8日間経ちました。いろいろですね、これ買ったばっかりでいろいろ使ってるんですけどね、もうなんと 58% まだ残ってるんですよね。これはね、かなり本当に充電が長持ちするっていう証拠ですよね。スマートバンドとしてもうコスパが最高ですよね。いや本当にね、3000円台でこの内容のものっていうのはね、すごいですよね。まあ、気軽に運動量をチェックしたいという人にはね、非常におすすめの品物なんじゃないかなと。スマートバンド4、これはかなりいい買い物になりました。ゴルフとは全く関係ないですけど、
まあ、全くっていうか、まあ、関係ないですけど、おすすめということでちょっと急遽マモプが紹介させていただきました。以上、マモプのスマートバンドおすすめのコーナーでした。いいねとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあね、またね。バイバイ。